私はアベル。どこにでもいる普通の美少女女子高生。そんな私がダイヤ鉱石の中に閉じ込められちゃった。誰か助けて。私美少女女子高生なの。人生の中で一度はダイヤ鉱石の中に閉じ込められたい人間ランキング第1位。その部門において負けるつもりはないぜ。張り合う人間がいないから1位なだけだよ。ダイヤ鉱石の中に閉じ込められたいやでー。ということで、今回は巨大なダイヤ鉱石の中から脱出していくよ。なるほど。ダイヤ鉱石の中から、いや君ダイヤ鉱石の中にいないよね。なんですかなんですか、そうやって揚げ足取りをするんですか。もういいもんぷい。ぶりっこしてんじゃねえぞ。わあ、中に入るまでにアスレチックがあるじゃん。まあこれはチュートリアルみたいなものだからね。サクッと終わらせま、いやとぼけるな。デスカウンターがあるから何回死んだかがバレちゃうねー。はは、この数字を一桁に抑えてやりますよ。これほど信用がない言葉は他にないやで。チュートリアルって言ってたよね。うるさいうるさい、頑張ってるんだから静かにして。はは、来たぞ。ダイヤ鉱石の中に閉じ込められちゃったー。割と本気でこいつの頭が心配になってきた。演技力にステータス全振りしてるやで。さあ、本番はこれからなわけですよ。現在アベルさんはダイヤ鉱石の入り口にいるのだ。にしても大きさの迫力すごいよね。中はダイヤが詰まってるわけではないんだ。まあ、半分は石とかで作られてるからね。うっどうすんぎょえー、なんだこのクオリティ。しっかりと中まで巨大に作られてるのいいね。前にやった作業台の中身も作り込みすごかったからな。広すぎて奥が見えてないよ。この広い空間をアスレで移動するのか。よし、これで見えるようになったね。より果てしなさを再確認できたやで。目標としては何分ぐらいでゴールするつもりなの？そうですね、アベルさんはアスレ経験者ですし、60分ぐらいを目標に頑張りたいですね。舐めてんの？そこはもっと10分未満でゴールしてやるとか言えよ。よーし、目標は10分で行きたいと思いまーす。それなら罰ゲームも決めちゃうやで。何を言ってるんですか？確かに、罰ゲームがあった方が面白くなるね。コメントで募集しよっか。マイクラでできる罰ゲームをコメントで書いてもらうやで。いや、それはちょっとやめておいた方が。あ、もしかして自信がない？どんどん書き込め、なんだってやってやるよん？あ、スライム苦手にゃんよ。ほらほら、こんなところで詰まってられないよ。何事も自信が大切だからね。なんでなんで、完全にいける勢いだったよね。まあこんなもんですよ。あ、もしかして脱出成功？ダイヤ鉱石から脱出できたやで。そんな喜びに浸れるのも少しの間、再び閉じ込められてしまうのです。かっこ自分から入る。チェックポイントが等間隔で置かれてるのが救いだね。チェックポイントのないアスレは地獄だからな。人生にもセーブ地点を作ってくれませんか？セーブができたらどれだけ楽になるか。お、スライムゾーンだ。ここは勢いに任せてピヨンピヨンとね。え？あ、う？意外といけそうだったのに。スライムゾーンが難所になりそうだな。次は成功させてよ。カットでお願いします。はい。いやだからカットでお願いって。まあ余裕なんですけどね。カウンターで失敗の回数がバレてるんだよな。お、大量のダイヤブロックだ。おっと、これは上空からのスーパーミラクルポヨヨンですか。一回詰まると沼にはまるからな。一回でやってやりますよ。とおやー、着地地点どこですか？なんで着地地点を確認せずに行った？偵察、大事、しっかり。うるへぇー。行けたら文句はないだろう？まあ、行けたらいいんだけどさ、こういう高所からスライムブロックに落ちるのいいよね。単純に跳ねるのが楽しいね。おっと、ここに来てダイヤ全開の部屋来たな。これだけのダイヤが持ち帰れたら、アベルってダイヤの一つや二つ持ってないの？持って。あ、持ってるわけないか。そこで持ってるって言えたらモテる男の仲間入りだったやで。この世でモテる男はダイヤを所持する必要があるのか？今度買っとくね。そんな軽いノリでダイヤを買うな。うわ、あんな高い場所にも道がある。少し焦りが出てきたぞ。ちょっとだけギアを上げちゃいますか。相当上げないと間に合わないよ。このマップの最速クリア動画とか見てみ。画面が止まったよ。あ、動いた。いやいや、止まる位置が怖すぎるんだけど。止まっても止まらなくても落ちてたか。結果は変わらなかったやで。変わってたかもしれま、さっきと全く同じ場所で？そんなことがあり得るのか？止まることが確定演出だったりして。だとしたらこのマップの技術すごいな。お、違うブロック来たね。こちらのブロックに乗ると一時的にジャンプ力が高くなるよ。ぴょんぴょん楽しいねー。とぼけんな。
ふむ、言うてあんまり死んでないんじゃない？まあ、すっごい難しいってほどでもないからね。あ、一番高い場所にあった道だ。おじけづくことなくぴょんぴょんと移動してるやで。人生勢いが大事ですからね。勢いよく悪口を言えばそれは悪口ではないのですよ。悪口だよ。じゃあ、アベルは物事を悩まずに即決するタイプってこと？いや、ガンガン悩みに悩みますけど何か？でも、優柔不断ってデメリットな気がするんだよね。まあ、結局はどちらかを選択するんなら、迷わず思った方を選ぶべきだね。さすがアテネさん参考になります。新コーナーとしてアテネのお悩み相談所を始めますか？いや、それは始めない。始めないのか？真剣な悩みを抱えてる人がここにコメントすると思う？それはやっぱりあれですよあれ。こちらが真剣に向き合えば、自然とそうなるんですよ。言葉に重みを感じたやで。そういうものなのかな？それにしても、周りの作り込みすごいね。まるで違和感を感じさせないクオリティだ。よし、高い場所の道はクリアだ。ここからあとどれくらい続くんだろ？アベル、罰ゲームまで残り1分ぐらいだからね。ははは、任せてくださいよ。なぜか知らないが自信が満ち溢れてくるんだ。違うの本当に違うの待ってお願いあとちょっとなの絶対にあと少しでクリアできるから本当に。ということで罰ゲーム決定だー。おめでたやで本当におめでたやで。オッケーわかったよ何でも書き込めバカ野郎。へへ、いつやるとは言っていない？あ、今月中にしっかりとやってもらうからね。そんなー。まあ、そんなにひどい罰ゲームじゃないかもしれないよ。いやいつまでここで詰まってるんだよ。だってあそこが地味に難しいんだもん。お、新たなギミック来たか？氷ゾーンが来たね。止まることなくノンストップで進むのよ。ノンストップノンストップノンストップ。え？あれ？まさか？5本？そういやー。いやいやノンストップで一発クリア？何が起きたんだ？当てね当てね、今のさ、そういやー。ザ？なるほど、このブロックは足が速くなるのか。そのまま勢いでいっちゃうぜ。そのまま勢いでいっちゃうぜ。ん？どうして君は学習しないの？明らかに感覚に差が開いてるよね。アベルは3度目で学ぶ生き物なんやで。2度目が完全に無駄じゃねえか。これ普通に急ブレーキ入れるの難しいんだよ。キュ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 。どんな勢いでもシフトの力で抑えられるんだな。あ、ちなみにこれ300キロ以上は出てます。そんな速さを軽々と操作してるとかすごすぎるやで。嘘だよ。そんな、本当に。心の底から驚いたんやで。ひどいなアベル、純粋なメメを騙すなんてひどいな。そんな、メメ、違うの。うわーん、うわん、うわーん。お前も泣くと収集がつかなくなるんだよ。ん？だからとぼけんな。そんなこんなでゴールも直前なんですけどね。ギミックも満載ですごく楽しめました。難易度もちょうどいいぐらいだったね。それでアベル、忘れてないよね。はて？罰ゲーム。あがっふぐ、ごご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